例えば消費税を私たちが減税すると、政治の中で減税ってことが決まったとしても、みんな本来ならば取られるお金が手元に置いておけたとしても、将来が不安だから、このお金を動かさない、使わない、消費税がなくなっても、その分、浮いたお金を使わないおれが出てくるんじゃないかってご心配ですよね、そういうこともあると思います。 でも少なくとも普段から本当は必要だけど諦めとこうとか今回はやめとこうってことを思ってるようなものっていっぱいあると思うんですよ。少なくとも今よりも消費が増えるってことは間違いがないと思うんです。まずこれが一点。で、さらに皆さんにお金を使ってもらっていろんな事業者を潤していくと、社会にお金を回すんだってことを進めていくためにはやっぱり消費税のみならずさっき言ったような悪い物価が収まるまでの間の給付金っていうものを例えば季節ごとに出していくならば えー、今年の秋、10万円入ってきた。で、このうちの数万円使ったけど、あとは置いておこう。でも、次、冬が入ってくるんだったら、じゃあもうこれは、ちょっとぱっと、焼き肉でもみんなで食べに行こうかとか、そういうことになるわけですよね。だなんでかって言ったら、次、冬に入ってくること分かってるから。それだけじゃなくて、年末、何かしらこう、年、えー、またぐにあたって、何か必要なもんもあるよねとか、何か買い替えとこうかとかっていう気持ちになるわけですね。だから、消費税を私たちは下げる。 っって言って言るものをプラス、悪、えー、い物価高が収まるまでの間は、季節ごとに給付金出せって言ってるのは、要は、もちろん貯める人たちもいるけれども、使ってもらうっていう部分も後押ししていくと、でね、お金使えば使うほど、これ、インフレが高まっていくんじゃないかって心配があるんですけれどこれ、10万円給付のときではっきりしてるんですよ、アメリカも一緒、日本も一緒、何かっていったら、大体2、3割の人しかもらってすぐに使わないんです、すぐに使わないんです。 だったら消費喚起策としてどうなんだって人がいるんですけど、そんなの関係ないんですよ。貯金したい人はしてもらっていいんですよ。逆に言ったら、貯める人が多ければ多いほど、さらにお金は出せるんです。社会にお金がどれだけ溢れたか、溢れているかっていうことがインフレ率に反映されていくわけですよね、事実上。悪いインフレになるまで、みんなが金使いまくったら、それは、インフレはさらに進んでいくんだけど、残念ながら、お金を出してもそれを一気に使う人なんて少数なんですよ。 つまり何かしっ,ったら現金給付したとしてもインフレ率が悪化することはないんです。じゃあ消費喚起策にならないじゃないか。何か問題でも。今まで30年奪われてき続けたんだよって。本当だったら得られた所得も得られない状態にされたんだよって。所得の真ん中の値、所得の中央値、高い所得、低い所得全部並べた真ん中の値は25年で130万円以上減ってるんですよ。みんな貧乏なってるんです。つまり何かしっ,ったら、奪われた30年を いろんな形で皆さんで、皆さんに対して補填をしていくと、そういうことも考えてやっていくべきことなんだろうと、消費税減税のみならず、給付金、すぐ使わないやじゃないか、何の問題もない、貯金したいんだったらして、問題ない、持っといたらええやん、で、必要なときに使っていくってことでいいんですよってことだと思います、逆に言って、使う人が少なければ少ないほど、そのお金を出すってことは、さらに、えー、期間を長くできる可能性があるってことですね。ありがとうございます。